どうも芸人×プロスティエースでございます。吉本芸人大野孝也と申します。よろしくお願いします。さあ今日はね、涌井さんホーム画面自チーム西武ライオンズということで無課金赤でございます。さあ、昨日に引き続き、DS 第1弾引いていきたいと思うんですけども、まあ昨日ね、ガチャ動画まだ見てないよっていう方は、まずね、昨日の動画見てから、今日の動画見てください。よろしくお願いします。昨日はね、メインで30円引きました。はい。でね、まあ結果から言うと、まあ一番狙いの松坂選手は引けなかったんですよ。はい。まあでもね、あっちの方は、まあ累計もまだあるし、で、OB 狙い撃ち、あ、OB じゃない、TS 狙い撃ちで、まあ松坂さんちょっと狙っていこうかなとも思ってるんで、まあ、メインの方はもう、あれで OK ということでございます。で、今日はね、無課金赤。はい、無課金赤で、今日はやっていきたいと思うんですけども、まずね、この無課金赤で欲しい選手って、TS 第一なのこの松坂大輔一択なんですよ。なんでかわかります？皆さん。なんでこっちも松坂大輔なんだと。いらないじゃないかと。言うと思うんですけど、いやいやいや、僕、西武純正やってるんですよ、無課金赤。はい、自チーム西武ライオンズなんでね。やってるんで、この松坂大輔を引かずして、いつ引くんだと。いうことでございます。はい。だから僕はね、絶対松坂選手が欲しいでございます。さあ、無課金赤、無課金なんでね、今1250あるんで、いや、第2弾まで待ってよと。まあ、確実に取れるんだからと。ね。あと、エキサイティングまで待ってよ、いいじゃないかという方いると思うんですけど、いや、無課金赤って、引きたい時に引かないとあかんですよっていうのは僕は皆さんに言いたい。引きたい時に引かなあかんですよ。まあ後々後悔したとしても、引きたい時に引かないと無課金赤っていうのはもうつまんないよっていうのは僕はね、もう皆さんに提唱したいと思います。はい。なので僕はここで松坂投手を狙いに行きます。よろしくお願いします。それでは行きましょう。おい、まあまあまあ、もうバット当たれば正直いいんですよ。もうバット当たれば勝ちだから。渋いね。ちょっと渋いな、この。これはちょっと渋いんじゃない？ちょっときついんじゃない？渋いね。お、中地、あざす。中地はめちゃめちゃ嬉しい。中地の A はめちゃめちゃ嬉しい。さあ、いやー、ちょっときついな、無課金。10連目。あー、その選手は。まあ、松坂選手の A も狙いたいんだよな、正直な。さあ、じゃあ20連目いきましょうか。20連目。いこう。いや、きつい。ちょっとこれきつすぎない？まあ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 、A ランクは確定してるからね。いや、これちょっと、引き悪いな、無課金。あ、打たないね。打ってほしいよね、そこは。うん。ピカーン、まあ、松坂選手の A も欲しいよ、正直ね。松坂選手の A も欲しい。いや、全然 A ランク出てこないやんか。あかん。あかん。まさか。おわ、そういうことでした。まあ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 。さあ、ラストですね。ここで松坂大輔を当てるのが俺だと。無課金赤だと。無課金赤の引きの強さ舐めちゃいかんよ。ということで、TS 第1弾1人確定でございます。いきましょう。バット打ちなさい。打ちなはれ。まあ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 。OK、まあまあまあいいよ。まあまあ、確定だからね。まあね、まあバットですよ。バットがどうかですよ、このガチャは。バットに当たるから。うわっ、あかん。これはあかん。これはあかんぜよ。この動画のうち誰で終わる。おっ、おい、ちょっと待ってくれよ。2枚引きなし。ラストいきます。頼む松坂大輔。
い、じゃあここからねちょっとリアタイやっていきたいと思います。ちょっとね動画時間短すぎるんで、あのガチャだけじゃね、まあちょっと、あのガチャを振り返りながらリアタイやっていきたいと思います。まあね、マー君、見せれるのもこの無課金やかだけなんでね、メインは持ってないんで、まあこれもちょっとね楽しみつつ、見ていってください。まあガチャだけでね多分やめる人もいると思うんですけど、はい、ただねこの相手の人、相手の方に今8連勝中だったんで、まあ、なかなか強い人ですね。あーうまいなやっぱり、うん、まあ連勝する人のなんて言うんだろう、共通点ってまあみんなやっぱうまい、ツーシーム打つのがうまいですね。ツーシームを打つのがうまい、みんな下手にツーシーム投げられないですよね。でも今の同じところにツーシーム投げると多分引っ掛けるんですよ。ああ引っ掛けないというかもう打たなかったね、振らなかったね。でこれで振ってくれるんじゃないかなと。なるほどね。じゃあ1球ここのツーシーム、ここでちょっと引っ掛けさせたい。まあなるほどね。もう1球いきましょう。ここのツーシームはなかなかね、そうなかなか打てないんだよね。オッケー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 、2じゃないの。え、わ、吉信さんの極み使ってるのなんかクロートっぽいな。吉信さん惜しかったな。まあでもまだ出てないですからね、吉信さんね、去年。まああ、オッケー、ナイスナイスナイス、いよいよよ。まあ多分視聴者の大半の人はあのガチャでもうやめてるんじゃないですか。これ見てくれてる方は本当にね、このチャンネル、よく見てくれてる方だなと僕はもう思ってますよ。このリアタイムまで込みで見てくれてる方はありがたいですね。スプリットしか見せてくんないな。大きいを見せてほしいな。あーやられた、ボール球だった。あーまあ OK、 あのフォーク見たいっすよね。フォークなんで変化量マイナス1なの。フォークみたい。はいはいはい、もう見えました。あざす。はい、則本さん確定です。はい、あざす。見えました。見えるんですね。なんで変化量マイナス1なの。育成途中なのかなこの人。はい、化け物、化け物山内さん健在でございます。はい、無課金やかね、みんな楽しみにしてくれてる方ね、化け物健在でございます。ありがとうございます。山岡さんをさ中継ぎで出してくるっていうのはどういうことなの。中継ぎ形式でついてんのこれ。いつの山岡さんなんだろう。まあ、山岡さんも正直僕打てますから、うん、キレいいっすね。キレついてない、やっぱり。やっぱ俺すぐ分かるわ。ああキレついてるよ、クイって曲がってくるもん。で次ストレートが D カーブでしょ。違うけど、違うけど、そこを今ホームランにしたかった。田淵さん行こう。危ねえ今入ってきたよ今。危ない危ない。今ボール球か。なるほどね、うまいっすね。いやー、それにしてもあのガチャ渋かったなー TS。 いやー島さん30連、島さんだけですよ S ランク。きついなー。あーこれダメか。あのね正直ね、無課金ってもうガチャ引くの大事なんで、引きどころが大事なんで、まあちょっと今回失敗したなー。まあ松坂さん出れば当たりだったんだけどね。まあしょうがないよね、それも運だからね。第2弾まで待てばよかったじゃんという人もいると思うんですけど、第2弾は確定取れるんでね。まあでもまあエキサイティングも正直今のところ僕欲しい選手いないんで、エキサイティングだから。まあちょっとねガチャやりましたけど、まあ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 、そういうのも込みでプロスピですよ、うん、そういうミスも込みでプロスピだ、うん、無課金は頑張っていこう。それでもまあメインの方はね、課金できるんで、まあ正直松坂さん狙っていきたい。まあでも累計ねどっちもまだあるんでね、累計松坂さん、メインでもこの無課金でも狙っていきたいんで、頑張りたいと思います。はい、なんとかねいい報告したい。で松井秀喜さんなの。クロートだね今日の人。やっぱりさすが8連勝してるだけあるんだ。なかなか松井秀喜さんと高橋由伸さん見ないですからね。 OK!
皆さんありがとうございました。